さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、パズル&ドラゴンズ公式要素をまとめラストパートパート3やっていこうと思います。はい、今回のねパズル&ドラゴンズの公式要素ではいろんなキャラが強化されました。今日は最後に新しい強化、新しい進化全部見ていこうと思います。ということで、まずは岩井さんのおかげで強化されたキャラ見ていこうと思います。昇天セーラーから見ていこうと思います。行きましょう。覚醒。バインドプラス、スキブプラス、封印、チーム HP 強化2つ、暗闇プラスに7強10強ガードブレイクです。まあ、これによって、ラーはかなり火力が上がって、7強10強7強持ちになるんですよね。火力も上がり、ガードブレイクもある意味、暗闇プラスもありって感じで、単純な強化にしては超強くない？しかもスキルは7ターン指3秒延長になって、かつリーダースキルは5色消してダメージを軽減、攻撃7倍、3コンボ加算、6コンボでダメージを半減、攻撃力4倍と、なんかしれっとめちゃめちゃ強化されてますね。まあ、多色とはいえども、普通にサブ要因として使いやすくなったんじゃないかなと思います。まあ、少なくともこのゲーム強化されて損することほぼないんで、めちゃめちゃありがたいですね。岩井さん、ちょっとごめんなさい、ありがたいってなってますけど、岩井さんのおかげで強化されてます。続きまして、こちら挑戦。これなかなかやばいと思うんだけど、どうなんだろう。まず覚醒は指延長プラスになってるだけなんですよ。ここはほぼ変わってないんで別にいいんですけど、スキル消さドロップ覚醒無効3ターン回復が2ターンスキルです。これは強いのでは2ターンでこれはしれっと強い気がするんですけど、どうなんでしょうか。で、まあ、あと1ターン、指2秒延長って感じですね。サブ要因においてワンチャン挑戦使う場面がまた1、2回は出てきそうなぐらいには強いとは思います。はい。まあ、ベリアルとかっていうね、ぶっ壊れ中途最強キャラはいますけど、それとは別にまたね、2ターンっていう短いスキルでこれが打てるのは、まあ、周回とかでもワンチャン刺さる可能性はあるのかなとは思っています。そんな感じです。はい。で、超覚醒もね、追加されます。雲ですね。続きまして、こちら、チェスターですね。覚醒はもうガラッと変わって、ウェイに封印3つ、指延長プラススキル4つに神キラー、体力キラーです。ステータスもちょっと伸びてて、スキルが敵の残り HP 10% 減少、消さドロップ、覚醒無効を全回復、お邪魔ドロップと毒ドロップを回復ドロップに変化です。これ、8ターンで消さドロップ覚醒無効全回復なんで、パーティーによっては、このね、消さドロップ覚醒無効要因で全然使えると思います。まあ、それこそ、回復力倍率は全くないけど、ベリアルの代用として使うとかでも、一応理論上は使えなくはないかなぐらいには、しれっと強化されてるのかなとは思います。まあ、少なくとも元の性能から比べるとありえないぐらい強化だよね。チェスター強化入ってます。さあ続きまして、ファミエルですね。ファミエルに関してはスキブプラスバインドプラス封印10強ベイ4つに毒耐性プラスです。スキルは消さドロップバインド覚醒無効8ターン回復に6解除水木光闇ドロップの4色陣に変化って感じで、シレット8ターン回復になってます。これもアルバート持ってない人からすると強化では強そうで、無効感チーム HP 強化スキブプラス7強なんで、まあそれも踏まえるとかなり優秀になったかなとは思います。8ターン回復は強いね。はい、続きまして、ごめんなさい、こちら加工トンですね。加工トン強化入ってます。加工トンこんな感じで、指延長プラス封印、スキブプラス7強ベイ5つって感じです。スキルも強化入ってて、ロック解除に火、火、闇ドロップ変化の3色陣に1ターンダメージ無効貫通が9ターンスキルって感じです。はい。で、超覚醒もしれっと10強が増えてますと。10強7強ベイ5つか。ワンチャン強そうやぞ。はい、続きまして、こちら、ハクですね。スキルが強化されてまして、全ドロップを火、水、闇ドロップに変化。HP を 50% 回復、1ターン変質が8ターンスキルです。リーダースキルは闇の全パラが 1.5 倍、HP 50% 以上で攻撃力が 3.5 倍、火、水、闇の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が5倍、2コンボ加算です。相方次第ではちょっと強くなった気がするぞ。続きまして、こちら、アバロンドレイク。亀裂強化3つ、スキル4つ、封印、7強10強無効感、おい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 。超覚醒はスキブプラスチーム HP チーム回復強化50倍化強化雲耐性か。まあ、スキブ6も強いけど、7強10強無効感結構やばくね。ノーチラスのサブワンチャンあるけど。スキルは2ターンの間2コンボ加算ダメージ吸収無効が強!6解除に、木と光ドロップの2色陣に変化です。マジでこれ、ノーチラスパーティーのサブ全然あるぞ。バレリアの代用なら十分使えると思う。めっちゃ強なってない？リーダースキルは木の神タイプの HP と攻撃が 2.5 倍、木光同時攻撃で攻撃力が9倍です。ノーチラスパーティーで絶対使える。めっちゃ強くなった。これがバロンドレイクです。マジで強いぞ、普通にこれガチで。冗談抜きで強いと思います。はい、続きまして、ここからは新しい進化情報を見ていこうと思います。まずは、転生テテスからですね。はい、こんな感じですね。封印ウェイ4つ、スキブ4つ、指延長プラスにお邪魔耐性プラスです。聴覚はスキブプラス10強、バインドプラスですね。
まあ、スキブプラス持ってる時点でスキブ6になるのが知れってやべえ。スキブ6個持ちの7ターンスキルがこんな軽いノリで実装されるんですね。スキルは1ターン落ち込むなしに、水の攻撃力が 2.5 倍、全ドロップを水、木、闇、回復ドロップに変化です。リーダースキルは、水と木の全パラが 2.4 倍、水、木の同時攻撃で攻撃力が8倍、1コンも加算、固定1ダメージです。はい、続きまして、こちら。天聖クロノスですね。7強3つ、無股間、指延長プラス、スキブプラス、封印2つに暗闇耐性プラスです。超額は、スキブプラス7強、バインドプラスです。見た目かっこよすぎん、このキャラ。7強4つ持ちに無効貫通にできるんで、アタッカーとして強いと思ったけど、火力はちょっと低めかな。1833ですね。スキルは1ターン落ち込んなし、木の攻撃力が 2.5 倍、全ドロップを木、光闇回復ドロップに変化が7ターンスキルです。リーダースキルは、北闇の全パラが 2.4 倍、木闇の同時攻撃で攻撃力が8倍、1コンも加算、固定1ダメージです。貴族性パーティーのサブなら使えそうだけど、ちょっと火力低いのが痛いかなって感じ。まあ、それでも強くなってることは間違いない。続きまして、天聖アストレア。指延長プラス、光列強化4つ、封印、スキブプラス、10強、お邪魔耐性プラスです。聴覚は、スキブプラス、10強、バインドプラス、10強2個持ちですね、普通に。火力はでもちょい低めだから、これもまあ、10強2個持ちとはいえども少し火力は低めって感じ。スキルは1ターン落ち込んなし、光の攻撃力が 2.5 倍、全ドロップを火、水、光、回復ドロップに変化の4色陣持ちです。リーダースキルは、光と火の全パラが 2.4 倍、光6攻撃して攻撃力が8倍、2個も加算です。はい。さあ続きまして、ここからは超転生進化ですね。ここまではね、まあ転生進化とか既存キャラ強化とかなんだけど、まあ既存キャラ強化もめっちゃ強いんだけど、超転生が来ます。まずは転生ルシャナを使ったね、こちらゴーザンズミョウを見ていこうと思います。こんな感じ。スキブプラス封印、指延長プラス毒耐性プラス、7強2つに L 字に追い打ちに無効貫通です。聴覚はバインド7強スキブ無効貫ダンボなんで、ロザリンパーティーでのアタッカー枠の運用がかなり強そう。まあ、これに関しては作るの大変だけど、ちょっと待って。これ、俺バンされるな、普通にな。これアウトやな。はい。まあ、ちょっとやめておきましょう、そこら辺の話は。俺、ちょっと、モザイク、編集忘れてなかったらかけておきます。スキルは敵の HP15% 分のダメージ、ロックを解除し、火、光、闇ドロップ変化が14ターンスキルです。リーダースキルは落ち込んなしで、パズル後の残りドロップ数が6個以下で攻撃力が5倍、非属性の HP が 2.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が上昇最大5倍です。まあ、リーダースキルはネタ要因だけど、ロザリンのサブ要因とかではかなり強そうな気がします。これがゴーザンズ妙ですね。ただまあ、サリーとブリアルと毒耐性プラス被るのがちょっと嫌いかなって感じです。はい。さあ続きまして、鉱山詰めを武器ですね。これはもう普通にその系統と一緒で、バインドプラス、バインド回復2つ、ヒドロ強3つに HP 強化です。これね、ルーレット潜在とめっちゃ相性いいんで、普通に強いんですよね。なのでまあ何かしら使い道はありそうな気がします。これが鉱山詰めの武器ですね。神秘とか行く際にはめっちゃ活躍してくれると思います。さあ続きまして、金剛妙がなんと超転生進化します。見ていきましょう。ルシャの奇跡で進化してくれます。こんな感じ。スキブ3つ、指延長プラス、雲7強2つ、L 字、光コンボ強化2つです。聴覚は、バインド7強スキブ、ガードブレイク、暖房ですね。ちょっと火力は低めかな？もしかしたら。ちょっとだけ火力は低めかもしれない。で、一応まあ、スキブプラスつけると、スキブ5個持ちにできるぐらいの感じですね。で、スキルは3ターン、光の攻撃力が3倍に、光6個生成が10ターンスキルで、リーダースキルは、光2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が18倍、3色以上同時攻撃でダメージを軽減、固定100万ダメージです。なんか、ゴーザンズミョウは思ったよりキャラ性能普通って感じですね。めちゃめちゃぶっ壊れたわけでもなく普通な性能やと思います。はい。まあ、ただ超転生してくれる分にはありがたいと。で、武器もありまして、武器はこんな感じ。バインドに、バインド回復2つに、光ドロ強3つに HP 強化です。これもルーレット対策で強そうですね。これらの進化は今日実装決定ということで、という感じが、新しい進化情報と強化情報でした。はい。まあ、岩井さんのおかげでね、めちゃめちゃキャラ強化も増えてね、新しく進化も増えてって感じでありがたいばっかりですね。で、まあ、結構岩井さんのおかげで強化されたキャラが思ったより強いので、そっちの方が期待できるのかなって感じをします、もはや。でも、超転生とか転生もね、間違いなく使い道はあると思うんで、また強いキャラをね、実際に使っていこうと思います。という感じがね、今回の最新進化情報でした。はい、まあ、という感じがね、今回のパート3となっています。はい、めちゃめちゃ長かったけどね、もしここまで全部見てくれた人は、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。で、多分なんだけど、公式情報以外でも追加で発表される情報もあるかもしれないんで、それらに関しては、まあ、明日の朝までには多分ね、動画で上がると思います。万が一僕が見逃し、ごめんなさい。明日の朝まで待つ時間ありませんでした。もうパズドラ公式会とかね、更新されてて、ちょっとね、追加だったんで見ていこうと思います。まずはアバランドレイク、オーバードガイアは進化前に残るみたいですね。で、まあ、超学生増えてスキブ6個持ちにできるって感じです。こっちはしかもね、超オーバードガイアですね。なので、まあ、スキル変わってるって感じで、まあ、なおさら強くなってるって感じだね。進化前も地味に強化されてます。で、チェスター
ターはドットジェスターがシレット強化されてて、スキッププラス封印、闇コンボ強化3つにお邪魔耐性プラスに3種キラーって感じになってます。はい、そしてスキルは 10% グラビティにランダムで闇6個生成、キサドロップ覚醒無効5ターン回復と。リーダースキルはまあドット進化のみの感じってやつなんだけど、まあシレットね、ドット進化の方も強化されてますと。さらに1番はハク、超転生はね、さっき紹介したんですが、なんとドットとね、武器も追加されてて、ドットに関してはバインド、スキブ4つ、封印、指延長プラス、無効感2つ、7強2つと、相当強くなりましたね。はい、スキブ4つ持ちになったと。スキブ4つ持ち？強化されすぎちゃう？しかもスキルは、ケサドロップ、バインド、覚醒無効、全回復に、ジェンドロップを水、火、闇ドロップに変化の3色陣持ち。いや、これ普通に強いんだな。サブ要因でも化け物になってますね、ハクが、ドット進化は。ドット進化のね、チームで組むと HP2 倍、攻撃力が2倍、火、水、闇、同時攻撃、ダメージ半減、攻撃力16倍。なんかドット進化のやったら結構強そうな気もしますけどね。真面目に強化されてます。はい。で、武器もね、こんな感じで。暗闇が増えてるかな？暗闇耐性が増えてます。さらに、このね、ストーリーハクも強化されてて、スキルが、神ドラゴンの攻撃力が3倍と、ゼンドロップ、水、光、闇ドロップ変化が8ターンスキルになってますね。8ターンスキルになって、かつ7コンボ強化、小学生増えてるって感じになってます。ラーに関しても武器が暗闇耐性増えていて、ちょっと強化されてるって感じかな。という感じが今回の隠し強化でした。じゃあ本当に今回の動画終わりにしたと思います。ぜひね、忘れずにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回の公式要素まとめ見てくれてありがとうございました。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。